車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの飯村店長です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら、はい、R8 V10 パフォーマンスなんですけれども、はい、まず毎回これオーナー様に触れてもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。知ってます、はい、あの以前の動画で見ていただいた方も多いと思うんですけども、はい、伝説の339キロ出されたオーナー様ですね。はい、同じ方です。はいはい、であの時 SVJ だったんですけど、うん、あのもちろん入れ替えとかじゃなくって、はい、増車、はい、で今回あの僕先に言っていいですか。はい、キーワードはあえてかな。あえての、はい、それを順番にご紹介させていただきたいと思います。はい、でまず、はい、最終形態なわけですよね、 R8 の。そう、2022年式なので、まあ、ほぼ最終。最近あの R8 車両紹介でも撮らせていただいて、なんかそうそう、だからそれを見てオーナーさんはあれ俺に寄せてきてんのって正解です、はい、なんでもう今回前期後期割と短期間に両方見比べられるんで、はい、個人にもかなり嬉しいと。で結構違うんですよね、前期後期でね。そして最終形態ということで、もう今年生産終了でしたっけ。そう、もう生産は多分終わって、ホームページには出てますよね。新車は作ってない。あ、そういう感じなんですね。でなんか最後に、はい、日本限定なんか 4台、ね、5台、3台、はい、うん、なんかそのすごく少ない限定車を出して終わりみたいな。なんで、まあ、そんな記念すべき、はい、時期の車になってくると思うんですけど、はい、まず色がこれ、はい、なんか素敵な感じじゃないですか。そう、純正マットホワイト、アウディエクスクルーシブなのかな。あ、じゃあなんかその優勝オプションというか特注カラーというか、はい、で全部マットのボディ、はい、これプレスラインがはっきり出てめっちゃかっこいいです ね。そして今回はこの希少な塗装を守るために、はい、プロテクションも全身、あ、全身、ね、全身貼ってあります。全身施工してる、はい、というわけで全部もう前回りもルーフも、うん、まあ、この辺必須ですよね。そうね、安心で。あとはいろいろやってあるんですよね。いろいろやってあります。そんな感じにパッと見見えないじゃないですか。パッと見ね、はい、そうさらっとなんですけど、うん、まずペイント関係もやってあるんですよね。ペイント関係はめちゃくちゃやってあります、はい、どの辺をやってるか教えてください。はい、この裏に実はこの板が貼ってあって、待ってください、待ってください、待ってください、はい、はい、この穴が抜けてるところは普通に何も普通じゃん、はい、これ2ピース構造なんでしたっけ。そう、ここはね蓋されてるの、上側は、はあ、穴開いてないじゃない、はい、でここは素地だった、はいはい、この板をまずグロスブラックで塗ってるんで、はい、もう網網はじゃあ塗ってない、ね、何もやってない、はい、網網の奥が塗られてる。そう、ここはもともと素地だったのを、はい、クロスブラックで塗って、なんでしたっけ、はい、でここも板が入ってるの、上側は、はいはい、でその板もグロスブラックで塗って、はい、でもう一個向こう、あ、ここそこ、はい、も、グロスブラックで塗ってます。ここはワンピース構造ですよね。そう、そこはワンピース。なるほど、穴が潰れてる。じゃあこの3つというべきか5箇所というべきかの質感を全部揃えて、そう、はい、ツヤツヤになってると。ツヤツヤになってる。これ高級感出ますね。そう、やっぱ塗ってあるのと塗ってないのだと全然違うかな。素地でこうスポーティーな感じもいいですけど、うん、なんかちょっと、まあ、今回ちょっとカーボンのねエアロをつけるにあたって一緒にやった感じで、なんでこの辺ペイントしてあると、はい、そして今回の車は、はい、下側がかなり変わってるということで、はい、まずエアロパーツがついてるんですよね。カプリストの、はい、エアロこれがカプリストのエアロパーツ、はいはい、これとこれね。あ、これも、はい、なるほど、上からかぶさってるから。なるほどなるほど。じゃあここまで純正が出てそこにこうかぶせてある。そうで、これがこう、そうそうそう、これだいぶいいですね。これもともと1本が標準なノーマル、はい、でそれが2本になってる。あ、なるほど。カプリストだと本来はだからこれカーボンのパーツなんですかね。そう、はい、黒の主張が激しくなっちゃうんで、今回はこの部分、上側の部分だけはボディ同色でもう塗っちゃって、下側の部分はカーボン。このカーボン地なのにもう贅沢にも全部ボディ同色で塗って、さらにプロテクションも貼って貼ってます、はい、やってることによってここにこうワンクッションこうボディ同色が入るんで、そう、低くも見えるし、そう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 、はい、こう繋がってるとなんかここでボディカラーが切れちゃってる。そう、なんかねここが分厚くなっちゃうとちょっとなんかこうバランスがあんまり良くないんで、今回は上側だけ塗って、ここだけ塗って、はい、
でここの中は見えちゃって白で見えちゃうとかっこ悪いんで、はい、この中はカーボン。伝わりますただあのカプリストのパーツ、これ車両紹介でもご紹介させていただいたんですけど、うん、あの当然ドイツのパーツですから E マークもついてて、はい、でなおかつもう300キロまで出る車じゃないですか。もうアウトバーンの国ドイツですから、はいはい、もうオーナー様にぴったりじゃないかな。ぴったりな純正のラインを生かしたようなパーツなんで、はい、まあ、この辺かなりいいんじゃないかな、はい、そして当然ドライカーボン製で、はい、しかも自社生産なんですよね。です。あのこんな大きいオートクレーブって釜を持ってあれ自社で持ってるんで、まあ、その辺のクオリティコントロールもしっかりされてる。そしてこの後紹介しますけど、はい、あの低すぎますあのリップがついてるとはいえ、はい、あのグーが入らないぐらいの車高になってると、はい、でその車高と今回変えたタイヤホイール、はい、見ていただきましょう、はい、こちらです。 HRE でございます。そうですね。これデザインは、はい、305M、はいはい、もうド定番というかもう王道の5本スポークのホイール、はい、だこれが今回僕あえてだと思いました。このシルエットの車にアメタンを履く、はいはい、もう本当に教科書通りの5本スポーク、はいはい、でしかもなんかこう余計な彫ったりも一切ない、ない超シンプルをあえて入れると、はい、このシルエットの車に、はいはい、でもう一つは今回これモノブロックなんですね。はい、モノブロックです。そこもあえてだと思った。はい、でこのフィニッシュね、はい、正解ですか。はい、正解です、はい、というわけでそうなんですよ、はい、フィニッシュも、はい、これは一番スタンダードなフィニッシュというべきグロスシルバー、はい、なんで本当に SVJ からつながりを知ってるんで、はい、まあ、あえて選んでるんだろうなっていうのが、うんうん、もうひしひしと伝わってくる、はい、こちらのホイール、はい、でこれ RA似合いますね。めちゃくちゃ似合う。凝ってないんだけどこのかっこよさっていうのはなかなかそうですね、うまくこう出ないよね。何でも出るってわけじゃないんで、この近未来的なシルエットの R8 にもしっかりはまるんだなっていう今回再確認しました、うんうん、はい、そしてキャリパーなんかは、はい、塗り直しました。もともとこれは赤だったんですね、うん、あの新車でも選べますけど、はい、あの中古で色が違ったななんていう時は後から手を加えてできますし、うん、はい、もうロゴも完全再現してますから、はい、もうこれ言われないと分かんないレベルですね、うん、そうです。こんな感じの足元、はい、そして車高が、はいはいはい、低すぎますこれはちなみに何でローダー、これはカーベイの HAS、はい、ハイトアジャストスプリングか、はいはい、あの純正がマグネティックライドって電子制御のサスペンション、はい、で結構優秀なんですよね。そう、むちゃくちゃいいのでそれを活かして、アジャスタブルなダウンサス、車高調化するキットですね、はいはい、というわけでそれでもうほぼ全下げぐらいですか。ほぼ全下げですぐらいの車高になってると、はい、で当然これ動画撮るようにあの取り繕って下げてんじゃなくて、はい、小野さんはこのまま乗られるということ。もちろんですリフターついてません。男ですね、はい、というわけでこんな感じの足元になってる、はい、そしてあとは、あとは、はい、ドアミラーの土台とこの部分を、なるほど、丸とクロスブラックで塗っております。もともと素地ですか。素地。これミラーカバーは、カーボン、純正、カーボン純正ですよね、うん、はい、パフォーマンスだとその辺のカーボンパーツなんかが、はいはい、漏れなくついてきたりとか、はい、そしてあとは、あとはここのドアのこのパネルというか冊子というかこの部品をモールって言えばいいんですかね、モールかな、はい、グロスブラックで塗ってます。めちゃくちゃ高級感出ますね。ね、こういう小物の積み重ねめちゃくちゃ大事だなと思います。もともとここグロスブラックなのに、はい、ここ素地みたいな。そうか、でミラーのベースも素地っていう。そうそうそう。だともう一点いいでしょうか、はい、そのまま後ろクォーターに行くとご覧ください、はい、ここもう R8 の、はい、もう特徴的な部分というべき、はい、このパネル、はい、これがカーボンじゃないんですね、はい、カーボンじゃないです。あのここがだからあえてだと思ったんです。ああ、なるほどね、はい、はい、これ僕勉強させていただいて、はい、前回 その車両紹介の時にパフォーマンスになると、うん、ここのカーボン買って無償オプションなんですよ。そう、標準だ。ほぼ全員多分選ぶ。そう、はい、そう。それを、うん、これカーボンなってないんですよね。わざわざカーボンを断って、はいはい、それをしますでもあのこの完成形を見ると思うんですけど、うん、ここまでカーボンでも一つ成立すると思うんですよ、はい、逆にこう、はい、普通のそう 控え、はい、控えめにうん、なってるっていうのがもうあえてなんだなって、はい、そうですね。これ誰が分かるんだろうっていうところけど、僕は分かりました。確かに、僕は感じました、はい、そしてあとサイドスカートも、サイドスカートもカプリスト、これはどういう構造になってるんですか。これは純正のものにここだけ
はい、追加してる感じです、ね、そのフィンだけ追加されてる感じですね、はい、でこの長い前から後ろまであるのは純正パーツ、純正のカーボンで、後ろ側にこう反り立ってるのがカプリストのパーツ、はい、あ、これはここもここも塗ってる、ここ、あ、はい、ここも塗ってます芸が細かすぎます、はい、全部塗ってます、このダクトの中も全部塗ってると、はい、塗ってます、サイドは結構社外感ありますね、サイドはね、そうなんとなく こっち向きにね、はい、うん、これ逆に間違えてつけてるわけじゃないですもんね、そう違うんですよ、はい、まあ、一応あのカプリストですからちゃんと本当にパーツ一つ一つもその車種代で、はい、あのパワーチェックして作ってるようなメーカーなんで、多分クーリングも全部考えられての形状だと思うんですけど、うんうん、こんな感じになってる、はい、そして後ろ結構根茎もしますね、後ろはやっぱり R8 はもうがっつり反るんで、あの違う動画でも言ってるんですけど、コンケーブしてるホイールって走ってるとかっこいいんですよ、でこれサイズ的にはフロント20リア21です、はい、もう王道のサイズ、はい、でデズラもぴったんこですね、ぴったんこです、はい、個人的にはあの日本仕様のこれを取りたいんですけど、あ、それね、はい、うん、でもそれちっちゃいこと気にしねえよっていう気にしねえよっていう、ちっちゃいこと気にしていろいろ塗ったりとかしてるんじゃないですか、はい、そう、まあその辺は、はいはい、そして後ろ、はいはい、そして後ろに回ってくると後ろ、はい、勉強しました、はい、あのパフォーマンスになると漏れなくついてくるんです、はいはい、あれがね、そしてこれにもう合わせてというか、はい、合ってる感じで下側もこの、はい、カプリストの大ぶりのこのカーボンパーツがついてますけど、はい、これもカプリストで全部統一してあると、はい、これも造形あの他にないっすね、これもそう、そう、もともとカーボンのディフューザーがついてて、はい、それを外してカプリストのカーボンディフューザーに交換する、贅沢っすね、で造形を見ていくとこれパーツ結構細かく分かれてます、そんなことないのか、これは結構ボーンって一体だった、あ、なるほど、うん、横だけこれあれですかね、外せるんかな、はい、別パーツっぽいですよ ね、うん、ピンがついてて、あとはまあマフラー作ってるメーカーですからこの辺なんかもしっかりデザインされてて、はい、であとは真ん中これレインライトが行こうと思えばいけんすか、そう配線すれば、なるほど、はい、つくように、で今回はしてません、してないということで、はい、まあ、この辺も好みで、まあ、あくまであの街乗りというか、そう、ね、普段乗りスタイルということで、はい、でレンズもスモークで濃いめで塗っちゃったんで、はいはい、まあ、そこはあえて目立たせず、はいはい、こんな感じのリアディフューザーになってる、あとはリアも合わせてるんですよね、はい、塗ってます、ここ、はい、このパネル、このパネルは全部素地なんでここも塗ってます、はい、さっき細かいこと気にしないんだよって言ってたの言ってた気がするんですけどね、ここも、はい、ここもここもここ、うん、え、ここってどういうことですか、この中、この中の網はぁ、はい、これすごいっすね、ね、はい、いやもうなんかこう板金屋さんと打ち合わせしてて、はい、でこのパーツ最後に見つけちゃって、はい、あれっつって、はい、追加でここ素地じゃんみたいな、はい、で急遽、はい、追加してというわけでもう全部好きなくグロスのブラックになってると、プラスチックパーツのそのままっていうのはないです、こんな感じのエクステリアになっております、はい、じゃあ最後になりますけど、はい、もう想像通りというかもう安定のっていう感じでした、そう、はい、安定のっていうのがもうない、うん、ない、はいはい、もう100点満点の仕上がりまあもう SVJ でもうどういう趣味思考のオーナー様かっていうのは、はいはい、僕十分、はい、理解しましたんで、はい、もう納得の仕上がりだなと、はい、で数々車を作っていくお客様ですから、そうですね、今後も期待していいですかね、今後も、はい、各種 SNS だったりだとか、はい、まあ、ボンドチャンネルでもしかしたらご紹介させていただけるかもしれないということで、各種 SNS のフォローとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします、最後までご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。